実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、こちらの、レトロフリークをね、使って、ちょっとね、ゲームをやっていきたいと思いますね。まだちょっと実況プレイをね、今までまだ一度もやったことがないゲームをね、中心にやっていきたいと思います。どこだったかな？あれ？なかったっけ？あれ？なかったっけ？あのゲーム。ちょっと待って。レート順。メーカー順。メーカー順で。ちょっと待てよ。あるはずですよ。この辺ですね。対等なんですよ。あれ？なかったっけ？嘘？入れてなかったっけな。そんなことある？あ、そうか。どうやら昔持ってたけど、もう今は持ってないってことか。それはしょうがない。そういうこともあるな。いや、結構ね、こんだけゲームソフト持ってるとね、昔持ってたゲームをね、今も持ってると勘違いしちゃってね、結局ね、持ってなかったっていうこともたまにあるんですよね。あ、そうや、これでもやるか。アフターバーナー2ね、ピーセンジマ。これでも難しいですよね、このゲームね。あ、これ、まあでもめっちゃ綺麗なグラフィックな、やっぱりさすが PC エンジンですね。これ PC エンジン版なんですけどね。これまあメガドライブも出てますからね、このゲームはね。ファミコンにも出てますね。危ねえ。ああ、死んだ。早っ。まあこれ 3D シューティングっていうかね。音楽もいいし、いいですしね。ああ、早っ。でもなかなか頑張ってますね、移植。ああ、もう、ゲーム終わっちゃうの、これ。早っ。あ、まだあった。暖気。難しいな。わあ、危ね。今死んだかと思ったわ。うお、弾多すぎるやろ、敵の。ああ。ゲーム終わっちゃう。やっぱり。コンテナがあるならね。これ、回転できないの。このゲームって回転できるよね、確かね。あ、なんか増えた。弾が増えたのか。ミサイルか？ なかなかね、これ、迫力ありますよね。すげえな。全然ミサイル使ってないね。あ、この曲か、この曲結構好きですよ。おお。なんとかうまいこと言えてますよ。まあね、このゲームはね、スペースハリアーと同じでですね、動き回ればね、なんとか避けれるんですよね、弾。ああ、避けれるとか言いながらやられてるし、俺。一応ね、こう、なんていうのかな、こう、止まってるのが良くないですよね。動き回ってる方が避けやすいんですよ、どっちかっていうとね、こういう 3D シューティングっていうのはね。
まあ、そんな得意なジャンルじゃないんですけど、3D シューティングは。どっちかというと、僕は 2D シューティングの方がね、まだ、好きというかね、そっちの方が得意なんで。あ、もう、空の上になりましたね。音楽かっこいいんですよね、このゲームね。ファミコン版と同じですよ、これ、曲はね。あ、危ね。おっと、やばい。おっと、危ね。おー、危ね。これね、アフターバーナーだからね、PC エンジン版のアフターバーナーね、実機の PC エンジンでやるとね、ものすごくね、僕はこの曲好き。めっちゃね、つくのがつく、なかなかつかなかったんですよ。ああ、やられた。ああ、壁に当たったんや。つきにくくね、このね、ゲームがね、この実機で繋いでやるときにね、なかなかつかなかったんですね。で、もう結構ね、諦めてたんですけどね、レトロフリークでやるとね、読み込んでくれたんでね、こうやってプレイできてね、すごい嬉しいですよ。うん。レトロフリークのおかげでプレイできてるようなもんでね。PC エンジンの実機でプレイするには全然つかなかったんですよね。うん。読み込んでくれたからね、壊れてなかったんやと思ってね、嬉しいですよね。だからめっちゃ久しぶりにプレイするんですよ、これね。レトロフリークありがたいですね。あ、この曲も好きですね。あ、やばい。結構ファミコン版のアフターバーナーもやってるんでね、音楽はね、よく知ってるんですよ。あ、終わったんや。コンテンツなくなった。あ、でも面白かったですね。うん。まあ、名前はいいか、どうでも。まあ、一応、まあ、自分のイニシャルをね、入れますけどね。SS。はい。はい、終わりですね。はい。で、これでちょっと一回ね、戻ります。じゃあね、一応ついでなんでね、ついでっていうか、ついでって言ったらおかしいけども、ああいう順で、これファミコンの方ですけどね。はい、これ、ファミコン版のアフターバーナー今度やってみますか。連続でね。これはね、あれですよ、サンソフトがね、移植してますね、こっちはね。はい。これでもコンティニューできないんですよね。これ、そこが残念なんですよ。さっきのね、PC エンジン版みたいにコンティニューできないんでね。うわ、かっこいい。音楽はね、同じなんですよね、さっきの PC エンジン版のね、あれと同じ曲を使ってるんですけど。ファミコン版の方がね、ちょっとね、なんというか、コンテンツがないんでね、ほんと慎重にね、いかないとね。あ、危ね。音楽かっけえな。やばい、やばい、やばい。あ、やれた。これね、ファミコン版のアフターバーナーはね、前もプレイしたんですけどね、だいぶ前にもね、実況プレイやってるんですけどね、2回目の実況プレイになりますけどね、これはね。
ぱりね、難しいんですよね、このゲーム、本当に。やばい、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 あぶねえ。弾避ける感がちょっと、まあ、難しいですよね、なかなか。やばい、やばい、やばい、やばい。お、怖っ。おーっと。飛んでくる方向の逆側に、逆の方向に逃げる方が、受けやすいっていうかね。そういう感じありますよね。やばい、危ね。でもすげえな、ファミコンでもこれだけね、表現できるというかね、あー当たった。これだけね、こう、なんていうのか、移植でね、これだけまあね、再現できるっていうのはね、頑張ってる方ですよ、ファミコンにしてはね。3メガあるんですよね、このゲーム確か。3メガなんですよ。ファミコンでは結構容量が多い方ですね。あのドラクエ4とかファイナルファンタジー3とか4メガなんですけどね、これ3メガなんでね、そう考えるとね、容量、ああ容量は結構多いんですよ。ああ終わってもうた。これコンティニューできないもんな。終わりですね。はい、じゃあ今回これで、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube とニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。